セベバレステロスセベバレステロスは、スペインのカンタブリア州、ペドレーニャ出身のプロゴルファー。セベの愛称で親しまれ、欧州ツアー50勝、米、PGA ツアー9勝、日本でも、日本オープン2年連続優勝など、全世界で91勝を挙げるなどし、ゴルフ市場に残る名プレイヤーの一人に数えられる。落農家の家庭に男ばかり4人兄弟の末っ子として生まれる。 キャディのアルバイトをしていた兄の影響で、ゴルフに触れ、7歳の時にもらった3番アイアンのヘッドに枯れ枝を取り付けて、クラブに見立て、小石を打つなどして遊ぶことにより、ゴルファーとしての基礎を自然と身につけた。8歳になると、本物の3番アイアンを手に入れ自分の体の一部のように終始離さず、たった1個のボールが擦り切れて、中のゴムが露出するまで打ち続けた、彼は、 12歳の頃には、スクラッチプレイヤーの腕前に達し、1974年、わずか16歳で、プロとなる早熟ぶりだった。180センチメートル78キログラムのバランスの、取れた体格はゴルフをするために生まれてきたと評されプロ。転校してから2年後の1976年に、欧州ツアー初優勝。この年19歳の若さで、欧州ツアーの賞金王に輝いた。 1976年のマスターズ直前には、米ゴルフダイジェスト氏が、史上初めての10代優勝の可能性と特集を含むほどの逸材だった。日本ツアーでも1977年に、日本オープンでツアー史上最年少優勝を飾った。マスターズの初優勝は1980年だったが、当時の最年少優勝記録を更新する勝利だった。 その前年22歳でジオープンでメジャー大会初優勝。メジャー大会では通算5勝している。また1997年のライダーカップではキャプテンとしてホセマリア・オラサバル、ミゲル・アンヘル・ヒメネスらと共にヨーロッパチームを勝利に導いた。1999年に世界ゴルフ伝堂入り。前世紀の1980年代には世界ランキング1位を 通算61周保持するなどの強さを誇り、マスターズ初優勝時にはコメントを求められたジャック・ニクラスが彼の将来にはたくさんのグリーンジャケットが待っていると語るなど期待されていた。しかし1991年に6回目の欧州ツアー賞金王を獲得以降次第にスランプへ陥る。その後、メタルウッドや シタンウッドが登場した頃からスイング改造の失敗でさらに調子を崩し世界ランキングは急降下腰痛や膝痛にも悩まされて前世紀の輝きを取り戻すことなく2007年7月16日に競技ゴルフから退くことを表明した2008年10月6日にスペインのマドリード空港で倒れ意識不明のまま病院に搬送された精密検査の結果 脳腫瘍と判明。軽温度の腫瘍摘質手術と化学療法により一旦はゴルフができるまでに回復したが2011年5月7日に長い闘病生活の末にペドレニアの自宅で亡くなった54歳没。前世紀には天才の名を欲しいままにし圧倒的な存在感でライバルたちを恐れさせた。彼のゴルフスタイルは ジーン・サラゼンの言葉に代表されるように飛ばし屋の攻撃的ゴルファーの典型だった。ドライバーの安定感はトップ選手らしからぬものだったが、アイアンショットの切れ味鋭く、また出したようなショットを放つことができ、林の中からなどグリーンを簡単には狙えないような、ところからでもバーディーを奪ったりすることから、七色のアイアンショットと呼ばれた。 プレーを語るにあたり、非常に有名なのが1979年の時、オープンでの最終日の駐車場ショットである。16番ホールで T ショットを大きく、右に曲げ臨時駐車場の車の下にボールを打ち込んで、しまったセベは、ルール上の救済により車を移動し、打球可能な状態にはなったが、優勝を争う立場としては、苦しい状況となった。 ところがこの芝生の生えていない土の上からクリーンも見えない中、ホールカップからわずか4メートル余りのところにボールを乗せ、まさかのバーディーを奪い自身初めてのメジャータイトル獲得を手繰り寄せた。このプレーはジオープンの語り草となっている。またアプローチやバンカーショットなどのショートゲームも巧みで、特にパッティングはゴルフ史上に残る名手の一人と評される。 彼の訃報に接して、タイガーウッズは独創性を評価、ジャック・ニクラスは、情熱を持ち、偉大なエンターテイナーであった、ニック・プライスは、ほとんどの選手は30から40種類の技術しか持っていないところ、1万通りの技術を持っていたと語り、欧州 PGA ツアーは、バレステロスの存在なくしてなかったと述べた。日本においても、中島恒幸は1986年の、 マスターズでの思い出を語りながら、ライバルの死に涙を流し、青木伊佐はフロリダ州の家に招待されたこと、尾崎正氏はトラブルからの神がかり的な脱出ショットについての思い出を語った。石川遼も隣のホールや林の中からのリカバリーショットなどの伝説に憧れていたと語った。 すでに世界のトッププレイヤーとなっていた1970年代後半から1980年代にかけて毎年のように来日し、1977年には20歳7ヶ月で日本オープンに優勝し、日本ツアー最年少優勝記録を作った。1978年の日本オープンでも2連覇を果たしたほか、1988年にはビザ太平洋、 クラブマスターズに勝ち、ダウンロップフェニックストーナメントでは1977年と1981年の2度優勝すると、たびたび上位に顔を出したため日本人選手にとっても強敵だった。日本ツアーでの最後の優勝は、1991年の国際招待ゴルフ、中日クラウンズ、また札幌、黒ラベルの CM に出演するなど、日本での人気も高かった。 また2000年代になってからも、時折ゴルフ雑誌で特集が組まれるなどしている。2011年3月11日の東日本大震災の5日後、3月16日には、自身の HP に、日本、私は、あなたとあると記していた。しかしながら、そのわずか2ヶ月後に不法に接することとなり、日本のゴルフ界が悲しみに包まれた。その死を痛み、 この年11月のダウンロップフェニックストーナメントでは、開催会場の宮崎フェニックスカントリークラブで追悼展示が行われ、その有事に思いを馳せるとともに、アリシヒのバレステロスを忍んだ。彼がコース監修に携わったゴルフクラブは3カ所ある。ありがとうございます。